ゆっくり JKR チャンネル。ねえねえマリサ、私の生きているうちにやりたいこと100選ってあるじゃない？相も変わらず当たり前のように涼しい顔で言ってきやがるが、そもそもそれは一方的に存在を知らされただけであって、私には何の関係もなければ願いを叶えてやる義務もないし、興味すら1ミリもないもので。私、山手の勇敢マダムになってみたい。はぁ？下世話なマリサ君にはわかりづらかったかな？むか。山手の勇敢マダムとはすなわち、小高い丘の上の高級住宅街に住む暇を持て余した優雅な生活を送るおしゃれな女性のことだよ、地味。いや、私が言いたかったのは意味がわからないということではなく、山手も勇敢マダムももはや死後なんじゃないかってことで。まあヘナチョコ魔法使いのマリサにあまり負担をかけたくはないし、今回は山手の高級住宅街に住むって部分だけで我慢してあげるから、ちゃちゃっと魔法でなんとかしてちょうだい。おう、気を使っていただいて申し訳ないな。そんな願い事ならお安いご用だ。そう？ありがとう。なんか空気がちょっとあれだけど早速お願いするわ。まあそう慌てるな。まずは住む地域を選ばなければならん。それもそうね。どこか良いところはある？ちょうどウプ主が韓国の山手の高級住宅街、ソンプットンを見に行った動画があるから、それを見ながら考えてみるってのはどうだ？ちなみにソンプットンという街は、俳優のヨン様が住んでいたことがあったり、映画パラサイトに出てくる社長の家周辺の撮影が行われたりした場所で、芸能人や実業家が多く住んでいる。おお、それは高級住宅街に間違いないわね。有名人にもしょっちゅう会えそうだし、クソ雑魚な目くじのウプ主もたまにはまともなところに行くわね。よし、では早速ウプ主撮影の動画を見ながら解説してやろう。お願いするわ。え？それではマダム、東方不動産の代表、マリサがご案内申し上げます。はい、苦しゅうないざますわ。まずはこちら、自然あふれる敷地に立つ高級マンション。こちらは戸建てよりリーズナブルに高級住宅街に住むことが可能です。リーズナブルと言ってもこれはこれでお高いんでしょう？ 2 億円から5億円ほどですから、マダムにはむしろお安いかもですね。そうね、もう少し良いところはないのざますか？はい、かしこまりました。もう少し上の方を見てみましょう。自然に囲まれた戸建てがたくさんございます。この山の手全体が高級住宅街ソンプットンとなります。まあ素敵ざますわ。山の頂上にはゴルフ練習場もあるざますのね。はい、もちろんでございます。この辺の戸建てはおおむね3億円からで、上限は無限大でございます。あら、この辺で手を打ってしまおうざますかしら。偉そうに。ところで、谷を挟んで反対側から山の手全体を見せていただけるのはありがたいざますのですけれども、あてくし、もっと近くで物件を一軒一軒見たいざますわ。さようでございますかマダム。では一軒一軒詳しく見てまいりましょう。谷の向こう側へはおベンツで移動でよろしいかしら？ご心配なくマダム、谷のこちら側にもっとマダムにぴったりの物件がたくさんございますので、このまま一軒一軒ご案内いたします。よきに計らってくださいざますわ。では谷のこちら側をご覧ください。なんか雰囲気がおかしくないざますか？お分かりいただけただろうか。これって、もしかして廃墟的な感じだったりする？もしかしなくても廃墟だ。貧乏巫女霊夢にはこっちの方がお似合いだろう。何が山の手の勇敢マダムだ。ほれ、物件はよりどり緑だぞ。今すぐ選べ。マリサ、さっきちょっとだけ小バカにしたことをまだ怒っていたのね。当たり前だ。ヘナチョコ魔法使いとか言いやがって。ごめんなさい、反省します。まあ尺の問題もあるし、一応謝ったから許してやることにして。このままソンプットンのタルドンネ、スラム街地域の解説を始めるよ。タルドンネってなんだっけ？霊夢は知っているはずなんだがな、タルドンネとは。
ちょっと知っていると韓国風と言われるかもしれないぞコーナー。タルドンネ、日本語に訳すと月の町となる。韓国では現在タルドンネとは貧民街の代名詞となっているが、原因はその生い立ちにある。1950年代の朝鮮戦争時に焼き出された貧しい人たちや、1960年代の反乱の奇跡と言われる高度成長期に地方からソウルに出てきた貧しい人たちが、地価の高いソウル中心部に住むことができず、ちょっと離れた人気のない山がちな土地を地方占拠して住み始めたのが始まりだ。その後もそういった人々がどんどん増えていって、後からその地域に住み始めた人は山の上へと行くしかなく、どんどん山の頂上に向かって家が増えていった。そしてそういった町のことを、月に手が届きそうな町、月の町、タルドンネと呼ぶようになった。今もタルドンネはたくさん残っているが、再開発の波に押されて高層マンション群になったり、逆にノスタルジーを感じるということで再開発はするものの、昔ながらの雰囲気を残すことにされた場所もある。もちろん未だに貧民街、すなわちスラム街のままのところもあるが、微妙な再開発と廃墟が入り混ざってカオスとなっている場所が大半なのが現実だ。では諸君、また会おう。うるさいわねー。タルドンネの説明は毎回私がやってたのに、ウプ主のやつめ仕事を奪いやがって。と言っている間に早速人が住んでいないであろう家が出てきたな。ポストもひどいことになっている、黄色い紙はガスの請求書だ。ほへい。で、ここソンプットンはさっきアホが言っていた微妙な再開発と廃墟が入り混ざったタイプだ。地図にあった楕円の競馬場のような道が再開発で作られたメインストリートで、そこを外れるとスラム街ががっつり残っている。この売店ではなぜかサボテンがたくさん売っているな。ちょっと見づらいが中には飲み物や食べ物も売っている地域唯一の売店だ。唯一なのね。ところでマリサ、ソンプットンが高級住宅街というのは嘘だったの？いや、そんなことはないぞ本当だ。ソンプットンとは漢字で白北道と書くんだが、道というのは日本でいうところの町で、一つの地域を指すんだ。ほら、谷の向こう側に高級住宅街が見えるだろ。要はあの辺とこちら側両方がソンプットンという住所になる。ほにゃらら町の中にお金持ちが住む地域と貧しい人たちが住む地域があるってことね。だな。では、基本メインストリートを歩きながらバンバン横道にそれていくぞ。ほい。早速何かわからないものが見えてきたわね。ゴミ捨て場かしら。いや、確かにたくさんゴミが捨てられている感じだが、なんとここは住宅の屋根の上だ。なんですと、一体なんでこんなことになるの？人は住んでいない廃墟なのかしら。さあな、ウプ主もそれが気になったので少し坂を下って下から見てみることにしたよ。布団が無造作に道端にまで落ちているわね。なんかゴミというよりは新しいというか干していたものが風で落ちた感もあるけど。ここがこの家の入り口だな。なんか人は住んでそうだぞ。あ、洗濯物が干してある。人、住んでいるわね。人が住んでいる家の屋根の上にゴミがたくさん乗せられているって一体どういう状況？さあ、重しの役割とか。さて、楕円のメインストリートの真ん中を突っ切ってスタート地点に戻ってしまったので、今度は時計回りしながら見つけた別の横道に入っていくよ。ほい。これまた香ばしい家と横道があるわね。うん、これは確実に廃墟だと思われる。窓がベニヤ板で覆ってあるわね。まあガラスなんかとっくに割れるか外されているだろうからな。そして何がびっくりって、お向かいさんには人が住んでいるどころか、新築とも思える家が建っている。そして当然迷わず香ばしい横道へ。今の枠だけて散らばった壁のかけらを踏む音。使っていなくて空だとは思うがプロパンガスが放置。ドカーン。やめれ。この家は門も壊れていそうだし廃墟かな。少し上から見てみよう。まあ見る限り廃墟で間違いないだろう。なんかちょこんと乗っている一枚の瓦がシュールね。なんだか頂上にある家っぽいのが気になるからこのまま進んでみるよ。ここ進むの？大丈夫なの？
そんなに張り切って、昼間に行くってことは夜にも行かなければならないのよ。え？そんなルール聞いたことないけど。へえ。やっぱり家があるな。それにしても良い天気だこと。ただ、もうこの先は獣道すらない状況なので、この場は一旦引くよ。ち。あとあと別の道から回り込んでみたところ、なんと人が住む家の敷地内で入れなかった。歩兵、物置かなんかで現役で使っているのかな。まあそんなところだろう。ここで滑ったら美味しいわね。ズル、ドシーン、ゴロ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 ー。ふざけるな。ふふん。では進むよ。この家もなかなか香ばしい感じがするな。門は多少ガタついているもののなんか袋がぶら下がっているし人が住んでいる可能性があるぞ。ちら。いや、前言撤回した方が良さそうな感じかな。裏に回ってみよう。狭。今一瞬ビビって上に逃げようとしなかった？まだ昼間なのにな、しっかり旋回。あ、はい。小屋ひどい。完全に廃墟ね。そして今度は楕円のメインストリートの外側、左上の方に来てみたよ。楕円の中より密集度合いが低いわね。一軒一軒が見やすくて良いけど、なんか農村の田舎道って感じで良いな。ソウル市内で、東京で言えば文京区ぐらいの位置なんだがな。おっと、これはまたガチな廃墟じゃないのかしら。近寄ってみよう。ガラスのない方の窓は板が貼り付けられている。これは何の残骸かはっきりしなかったが、オンドルか風呂滝かまだろうか。ちなみになんでこの辺が東京で言ったら文京区なの？それはだな、ソンプットンの漢字表記である白北道がヒントになる。ここソンプットンは、キョンボックン、日本で言えば皇居の真北で、ソウル中心部を囲む城壁の北の外側なんだ。で、皇居がある千代田区を城壁が囲んでいると想定した場合、その真北の文京区が城壁の北の外側ってイメージ。なるほどね、なんとなく言いたいことはわかったわ。で、今度は谷の方に下ってみたよ。ポツンと一軒家廃墟ね。廃墟かな。廃墟というより資材もあることから正式に建て替えが決まっている退去済みの家って感じだな。これまたいかにもっていう感じの塀ね。Just do it。って何が？さあ。これはまた随分ガチな廃墟が出てきたわね。だな、建物が半分崩れ落ちているガチ物件だな。そしてお隣さんは普通に人が住んでいる一軒家なんだが、塀の境目はこんな感じだ。なんかシュールね。くっつけるしかなかったのかしら。家と家の間はこんな感じ。もうニアミス通り越して接触ね。一体何を極めたら廃墟とくっついて生活できるようになるのかしら。ここでまた屋根にゴミが乗せられている建物を発見。こうして見ると重しにしているというのもまんざらありえない話ではないわね。
まあ最初に出てきた屋根の上にゴミの家とは違ってこちらは人は住んでいないと思うがな。そして出ました、赤バツ印。確か104村の動画でたくさん出てきたわね。まだ見ていない方は説明欄に URL を載せておくので見てみてね。ここでも赤バツ印は塀もしくは建物自体が崩れる危険性があるって印と思われる。この建物は永久廃墟って感じね。霊夢よ、お前は廃墟格付けまでするようになったのか。まあ私ぐらいになるとね、自慢するようなことではないと思うがな。ここはお隣さんもガチ廃墟だ。門が根元の方から開いてしまっているわね。お邪魔しまーす。トイレ？人が座っていたらめっちゃホラーだったわね。で、あのバキュームカーのホースのようなものは何？さあ、まんまバキュームカーのホースなんじゃないのか。隙間からカメラを持った手を入れるのが精一杯でこれ以上中に入れず確認不可能だった。確認したところでバキュームカーのホースがある理由までは解明できないでしょう。まあな。次のお隣さんはこれまた赤バツ印がある建物だ。と言っても塀が残っているだけで建物は全壊しているがな。こりゃひどい。三連ちゃん廃墟の次のお隣さんはなかなか綺麗な家だな。確実に人が住んでいるだろう。ほへい。そして谷のほぼそこまで来たところでまた香ばしい横道を見つけたよ。左前は人の家の入り口だろうから右へ。ここも正面は人の家かな。今右になかなか良さげな横道があったわよ。そうか、ではこっちは人の家の門っぽいからそっちに行ってみるとするか。植物が邪魔して進みづらいわね。何があるのかしら。お、ここに来てついに出たわね。韓国のスラム街お約束の練炭。そしてどうやらここも人の家の門だったようだ。って、さっきの邪魔な植物をかき分けながらこの家の人は出入りしてるってこと？そういうことなんだろう。その後谷の底の幹線道路に出てしまったので、また上に戻って今度は城壁方面に向かったよ。まあ早速横道に逸れているんだがな。布団が干してあるから人が住んでいる家はあるようね。わお、ここに来てガチ中のガチの廃墟が出てきたな。これは S 級認定間違いなしね。原型とどめていないわ。入ってみるよ。黒いのはテレビかな。あ、お分かりいただけただろうか。電線が地面ギリギリまで落ちてきちゃっているじゃない。こりゃ完全にトラップだな。っていうかウプ主はこんな美味しいトラップをスルーしちゃったの？殺す気か、近隣の家にも繋がっている生きている電線だぞ。ふふん？この家も壁が崩れてしまっているガチの廃墟だな。これで大体回り切ったのでキロに着くことにするよ。と思ったけどまた香ばしい横道を見つけてしまったよ。山道っぽいし別に行かなくても良いんだけどね。そこは横道ふとの差がだ。アホね。これも海道じゃないでしょ。かろうじて人が踏み鳴らした痕跡はあるから進むよ。するとなんと城壁にぶつかった。
これがソウル中心部の北側を守る城壁ね。その通り。ということでお送りしてきたソンプットンどうだった？うん、なかなか興味深かったわ。微妙な再開発とスラム街、廃墟が入り組んでいるのは何度見ても不思議ね。でもマリサ、私夜がどうなっているのか気になって今日眠れそうもないわ。それは私も同感だ。夜のソンプットン見てみたいな。夜のソンプットン見たい見たい。お前らな、夜のスラム街がどういうところかわかっているのか？何か危険なことに遭遇することだってあるんだぞ。しかも夜の廃墟なんて真っ暗で怖いし。来ました。やるじゃない。では夜のソンプットンも見ていこう。ここはスラム街への入り口付近で、昼間は気づかなかったんだが、ここにタロと書いてある看板がある。看板ってことは何かのお店ってこと？うん、タロとはタロット占いのことなんだ。入り口はこんな感じで完全に個人宅だがな。さすがにウプ主もドアを開ける勇気はなかった。まあ仕方ないわね。で、入り口に着いたので昼間とほぼ同じ順路で回っていくことにするよ。ほい。これは入り口付近の廃墟第1号だな。夜の8時半ぐらいなんだが、地域唯一のマートは営業中だ。相変わらず大量のサボテンが売られているのね。昼間は見づらかったが、お店の中はこんな感じ。ここは屋根に大量のゴミが乗せられている家ね。確か人は住んでいる認定だったわね。表に洗濯物が干してあったからな。それにしてもひどいわね。仮に屋根の重しだったとしてもここまで乗せる必要があるのかしら。ちなみに布団はなくなっていたので、やはりゴミではなく干してあったものが風で落ちたものだったと思われる。電気がついているので改めて人が住んでいること確定だ。ほへい。お次はこちら。ここは昼間見ても不気味な廃墟だったけど、夜はさらに不気味さが増しているわね。今の家の横道に入ったけど、もう真っ暗で肉眼だとかろうじて足元が見える程度。動画だともう完全に漆黒ね。ここ、怖かったぞ。へぇ。この廃墟はギリ映っているが輪郭程度だな。お次はここ。裏の道が激狭だった廃墟ね。ここは足元が全く見えなかった。ここだとずっこけて動けなくなっても誰にも気づいてもらえなそうね。なんか小ざっぱりしているのよね。近所の人が掃除しているのかな。道に面する部分はそうなのかもな。中を覗いてみたけどやっぱり真っ暗。続いてはメインストリートの外側のポツンと一軒家廃墟へ向かうよ。隣家とも離れているし、当然のことながら周囲全体が真っ暗。まあよく言ったわよ。クソ雑魚なめくじにしては。黒い窓が恐怖を増すんだよな。そして谷の方へ下っていくよ。ここもポツンと一軒家で、周りに何もないわね。畑ぐらいだな。
お次は半分倒壊しているガチ廃墟。ニアミス通り越してもはや接触しちゃっているお隣さんは電気がついているな。人が住んでいること確定ね。お隣さんが自然たっぷりだと虫とかも多く来そうでなんともはや。さて、お次は赤バツ印のガチ廃墟だ。人影とか映らなくて安心したわ。そしてお隣さん、壊れた門の横から中を見ることができた廃墟だな。さすがに真っ暗で何も見えないわね。隣はもう一つの赤バツ印の廃墟だったわね。倒壊済みのな。ここは練炭捨て場があったところに向かう横道だな。確かどん詰まりは民家の門のようなところだったような。そうなんだが横道ストとして行かずにはいられない雰囲気だったそうだ。アホね。で、昼間と同様上の方に戻って、霊夢に S 級認定をいただいた廃墟に来たよ。苦しゅうない。お向かいさん、人が住んでいるのは昼間の段階で分かっていたけど、こうして見ると窓から今の S 級廃墟がいつも見えているってことよね。まあな、もうこういったのが普通のことだと思えてきた。ここを最後にするけどやはり真っ暗でほぼ見えないかな。ということでスラム街ソンプットンの昼間と夜をお送りしてきたけど、霊夢よ、どうだった？ちなみに、編集では面白おかしくした部分もあったけど、決して冷やかしとかではなくタルドンネは今後再開発が進んでなくなっていってしまうものでもあって、記録を残しておきたいという目的のために撮影に行ったんだ。まあ現実を動画にしておくってのは良いんじゃないかしら。私は再開発がなかなか進まないせいで、廃墟と住居が入り混ざってしまっているのが興味深かったわ。そうか、それは良かった。それでは皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。今後も頑張っていろいろな動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。Twitter のフォローもお願いね。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。See you. See you.